鴈義直は、日本の政治家、長野県松本市長、元 NHK 解説委員、報道局友軍プロジェクト長、長野県松本市中央1丁目出身。松本市立開智小学校、松本市立丸の内中学校、長野県松本深志高等学校を卒業後一旦は、早稲田大学政治経済学部に進学するも、結果として2浪して、東京大学へ入学。学生時代は小学校から大学まで野球部に所属。東京大学法学部を卒業後、1988年に NHK に入局し、新潟局への配属となる。その後政治部に配属され、連合や社会党、自民党小渕派、内閣官房長官、外務省を担当。政治記者として野中博夢等の番記者や日本の政権中枢、外交現場を取材。政治部選挙デスク、友軍プロジェクト長等を務め、2015年6月より解説委員に就任。また、ニュースウェブの企画立案者として番組の立ち上げに携わった。同年12月に NHK を退職。2016年3月、長野県松本市長選に立候補したが、現職の菅谷彰に敗れ落選。当日有権者数192211人、最終投票率 49.89%2019 年2月、信濃毎日新聞などの取材に対し、2020年3月8日、告示、同15日投開票の松本市長選挙への2度目の立候補を表明した。また、2019年9月25日には記者会見を開き、正式に出馬を表明した。2020年3月15日の投開票の結果、元県庁職員の大月義則、元テレビ朝日記者の花村恵子、元衆議院議員の百瀬智之ら5候補を破り、初当選した。3月28日、市長就任。当日有権者数195385人。最終投票率 48.38% 曽祖父は明治時代の発明家、ガウンタッチ。ありがとうございます。